こんにちは。キーガーズキー第90回目、2011年5月7日土曜日に収録しております。私はそういう作ってる友田です。友田さんのお友達の太田です。今週もよろしくお願いいたします。もうゴールデンウィークも後半戦ということで、そうですね、まあ今年は長い、長いっちゃ長いし、なんか飛び飛びっちゃ飛び飛びなんだけども、まあ僕には関係ないですけどね。あっという間でございましたですね。先週も確か土曜日に収録したんですけども、1週間が早いなと。うちはおかげさまで一応その週の真ん中の祝日はお休みいただきましたんで、はい、実動日数がちょっと少なかったもんですから、あ、もう土曜日かみたいな感じでございます。早かったです、ゴールデンウィークが終わりそうでございます。まあゴールデンウィークでしたけど、まあ、天気も良くて、そうですね、行楽日和でしたでしょうけど、けどうちはまあ天気が良かったんで、まあ、仕事日和だ。おめでとうございます。万歳やった、おめでとうございます。仕事がいっぱいできましたか、富田さん。まあ、いっぱいできてたわけではないですけど、ちょこちょこやりました。そうですか。まあまあ、天気が良かったから一応活動できる状態ではあったということでございますね。はい、おめでとうございます。夏の野菜でまだ種をまいてなかったオクラをですね、はい、畑に直まきしました。だいたい30センチ間隔ぐらいに植えていくんですけど、なるほどね、それを、ね、植えていきました。なるほど。今年は白いオクラというやつを作ることにしまして、普通のやつだったら緑じゃないですか。まあ、ていうか、オクラに緑以外のものがあるんですか。赤いオクラとか去年とか作ってたじゃないですか。マジっすか。全然覚えてない。覚えてないですか。まあ、赤いオクラは茹でてしまうと緑になるので、まあ、今年は作らず白いオクラということで、真っ白っていうわけじゃないんですけども、薄い緑かかったオクラです。だいたい丸オクラと似たような感じだと思うんですけども、白いオクラということで。なるほど。はい、オクラ結構売れますからね。ああ。なんだかんだ言っても、ね、夏にはそのネバネバでを食べてもらって元気になる。そうかそうか、そうですよね。はい、そういうことですよね。うん、まあ、ネバネバといえば、葉っぱのやつなんて、モロヘイヤ、はい、ありましたけども、僕は作りませんというか。ああ、なるほどなるほど。ツルムラサキは作りますけど、ツルムラサキはまあ、これから種まこうかなと思ってます。ぜひ。で、謎の野菜、アピオスですね、はい。芽が出るかどうかわからないと言ってたんですけれども、もう、たくさん芽が出まして。あ、本当ですか。はい。第一段階。はい。芽が出たので、それを、芽が出たやつは、他の畑に、これもだいたい30センチ間隔ぐらいに、ポトポト置いて、植えていきました。うん、これはじゃあ、このアピオスってのはうまくいけばいつ頃？秋ですね。あ、秋か。秋の終わり。あ、そうですか。はい、半年まだあるわけですね。はい。根っこの部分がなんか芋みたいになるんで。なるほど。で、去年アピオスを作ってた畑ですけれども、そこからもアピオスの芽がちょろ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 出てきてるんですね。去年、収穫しきれなかった土の中なんで、その種、芋みたいなのが残ってるんでしょうね。それがちょろ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 出てきてます。なるほどね。はい。まあアピオス作った畑は何年かはそういうちょろちょろ出てくるんだろうなと思ってますけども。そうですか。いやいや、いい話が、うん、いやいや、幸先いいですよ今週は。久々にやっぱこう暖かくて、5月になって前向きな話が。はい、よかったよかった。次は、次はですね、トウモロコシを種まきました。はい。まあ、2年前ぐらいにトウモロコシ作ったんですけれども、うん、カラスの被害もそうでしたけれども、やっぱり虫とかが非常についたので、うん、まあ、ちょっと作るのは去年とかはやめてたんですけれども、今年はちょっと再チャレンジで、あ、そうですか。作ってみます。へえ。まあ、うん、その、害虫にやられたっていう失敗があるので、はいはい、まあ、うん、ある程度農薬はちゃんと撒いて、うん、はい、それで、食べれるものを作っていこうかなと、なるほど、今年は思っております。なるほどね。
取れたてのトウモロコシは美味しいですよ。そうですよね。去年、じゃあ一昨年は食べれたものもあるわけですか。ほとんどもやられちゃった。そう、ほとんどやられた。なるほど。今年こそね。今年こそ。1年のブランクを経て今年こそですね。トウモロコシ。1年か2年かな。うん。結構前、ね、作ってないですね。なるほど。はい。楽しみにしておきましょうね。うん、はい、でスイカも、うん、畑に植えました。ああ、スイカ。うん。でこれはスイカはあのなんかアンドンって言うんですけども、ちょうちんって言うんですかね。あの肥料袋をちょっと支柱4つでカパってかぶしてなんか、はい、灯籠みたいな感じでしてなんか保温するんですけども、そういう感じでなんかやってます。へえ。うん。ちょっとなかなか分かりにくいと思いますけど。分かりにくいですね。はい。まあ今年は。まあ、スイカはね、作っても大抵イノシシにやられてたんで、はい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 、まあ先週もなんか話した気がしますけれども、はい、電気柵の効果で、あ、なるほど、これでなんとかね、スイカも今年こそね取れるかなと思ってます。なるほど、うん、イノシシとかっていうのはやっぱり年中無休的なもところがある。まあイノシシは大抵、まあ毎いつでもいるんですけれども、いつでもいるわけ、ね、いるんですけれども、美味しいものができた時期にちゃんと現れて、ああそうか、ね、さっと食べて帰っていかれる、なるほどなるほど、感じですね。うん、はいはい。まあ常にうろうろされてるんだと思いますけど、なるほどね。はい、美味しいものがあったらなんか匂いか何かを嗅ぎつけて畑に入ってきて、根こそぎ食べていくみたいな感じですわ。はい、で電気柵がこれもう今年その試されるわけですか、はい、いよいよ、まあ、電気柵ある畑は大抵防げてるんで、うん、なるほどね大丈夫です。なるほどなるほど、まあ、電気柵触るとビリッとくるんで、その一回ビリッと体験したら、うん、ここはやばいぞと思って、うん、もう近づかなくなるんですね。なるみたいです。学習して、だから、うん、そうですね、今年はいろいろ今年こそ野菜が取れると思います、はい、なるほど、いい話をお聞きしましたよ、うん、はいはい。でじゃがいも芽が出てきてるんで、はいはいはい、地中に何本も芽が出てくるんですね、はいはい、だからそれを1本にしてやる、うん、1本にしてやるとその大きい芋ができるようになるということで、栄養が集中してそこに大きいのがしっかりできるように、はいはい、芽を一本だけにしていってます。ようやくね、はい、なんか野菜の話がたくさん聞けるようになってきました。やっぱりこう季節ですね、これね。そうですね。ね、季節の今からどんどんこういう話がねまだ聞いていくわけですね。はい、いいですね、いいです、いいですね。うん、でまあ取れる野菜、今レタスが取れ始めてるんですけど。あ、レタスも。あのレタスっていうのは案外一般のお客さんには売れないですね。なんでですか、レタス。まあ普通のレタスやそのリーフレタスっていう赤いような感じのものを作ってるんですけれども、一般の家庭でそのレタスのリーフレタスやらなんやらがよく出てくるかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。そうですよね。まあ一般の家庭っていう言い方をされたんで言うと、まあ必ずしも一般的ではない食材ということですね。はい、一般的な食材ですけれども、はい、案外出てこないみたいな。ということは一般的な。まあまあ、あの馴染みはあるけども、馴染みはあるけど、しょっちゅうしょっちゅうなんかこれに使う、あれに使うっていう感じではないのかもわかんないですね、はい、レタスはね。まあ、レストランとかはサラダで。そうですよね。そう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 、そういうアレンジにはよく使われるんですが。使われるんですけれども。ね、例えばキャベツとか、ああいうなんかお好み焼きに使えとか、なんかいろいろ応用が効くかというと、はい、必ずしもそうではないのかもわかんない。そうじゃないんで。なるほどなるほど。今年は結構レタスをたくさん作ってみたんですけども、おお、あら結構売れませんわねみたいな感じで。じゃあもう富永さん得意のまた提案型営業でいきましょうよ。レタスお前らこうやって食いやがれみたいなやついきましょうよ富永さん。考えましょう。レタスね、なかなか厳しいですよレタス。そうですか。またあのレタスのキャラクター作りましょうか。レタちゃん作りましょうか。まあなんかね、もうでもあの身近だし美味しいですけどね。やっぱりそういう、まあまあでも
まあもう一工夫ですね。あのレタスの、ね、なんかレタスっていうのはなんかちょっと白い汁が出たりするんですけど、根っこの方とか、その物質はなんか心を安らげる効果があるらしい。なるほど、癒し効果。なるほど。いこそれも。まあまあ案外売れなくて困ってるレタスもあるんですけれども、まあまあそんな感じでいろいろね試してみーのやっていきたいと思ってます。わかりました、時間になります。はい、じゃあ時間になりました。もう時間ですか、また。レタス食べましょうね皆さん、美味しいですよ、はい、君が小豆に第90回目でした、はい、ありがとうございました。